さて、植栽の伐採もあり、ちょっと4時頃病院に行って、あーちゃんの歯の検査も終わったので、これから車内の LED ライトの取り付け行ってみたいと思います。まずは、ここですね。ここ。ポッチを外しました。ポッチが1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、6箇所。このバーナットを取り付けて、このステンレスのバーを取り付けたいと思います。よいしょ、もうちょい。よいしょ。よいしょ。専用の工具があればいいんだけどね。うん。こんな感じで、あと4つ外していきます。あーちゃん、待ってて。退屈？大丈夫、お父さんが近くにいるから。ペンチしかなかったので。ちょっと時間かかったけど、こんな感じで全部外れました。で、これから、さっきのターンナットをつけていくんだけども、ターンナットが太いので、この穴に対して合わないので、これからドリルで穴を開けていきたいと思います。天井にね、穴開けちゃうと耐えなくなっちゃうんで、通ってくれればいいんだけど、お、まだ穴が一回ね、お、やばい、よし、お、いいね。車のエンジンかけてエアコン全開にしてるんでね、ちょっとエンジンの音がうるさいかもしれないけど、やっぱりね、欲張っちゃダメ。チェーンで行く。天井穴とか大変だもんな。やっぱり徐々にやっていった方がいいね。うん。充電式のドリルってさ、すぐ弱くなっちゃうからなんだよね。いいやつは高いからね。はい、ちょっとね、やりにくそうなとこだけ、先にやっちゃいました。こんな感じで、あと2箇所つけていきたいと思います。穴は広がってるので、これからバーナットをね、取り付けて、ステーも取り付けていきます。1回目につけて分かったことは、ステーをそのままつけちゃうと、浮きが出ち、ここにね、浮きが出ちゃうので、ここですね。ステーを少しこう曲げてあげて、湾曲させてあげてつけるといいかななんて。結構強く湾曲させても全然大丈夫です。なんかもうじき出来上がるとなるとなんかワクワクしてくるな。よし、今回ね、平ワッシャー
これに対してね、平ワッシャー使おうと思ったんですけど、平ワッシャーをね、これに対して、ビスに対して平ワッシャー、平たいワッシャーなんですけどね、そのまま。それがなかったので、この S ワッシャー、S 型のワッシャーね、これをつけて、穴の調整、穴が大きすぎるのでね、調整していきたいと思います。3番目、3つ残して1個、3つ残してここが、この穴の寸法にはちょうどいいですね。よっ、ちょっと押し込んでの、よいしょ。怖いよね。押し込むとそのまま中に入りきっちゃうんじゃないかと思ってさ。ちゃんと止まってんのか心配。あ、止まるんだね。すごいよね、ほんと。なんだろうこれ、不思議だよね。あれ、止まってないよこれ、やっばい。あ、だけど大丈夫、すぐに一回つけて引っ張り出そうか。引っ張り出しました。引っ張り出したことによってこれで完全に中が横向いてるから、軽くやれば入ると。オッケー。ドキドキしたよ。お父様、あーちゃん。あーちゃん。なんでそんなクールだ。こんなにできたもん。夜のお出かけ楽しくなるよ。夜のお出かけさ。ね、パッチリついた。ちょっと浮いちゃっていいかな。でもまた外しちゃうの怖いな。まあ少しは浮いちゃうんだろうね。じゃあ次、最後一番奥ね、一発。あれ、ここだけ長さが違う。じゃじゃーん。なんでや、危ねえ。1個開けの、こっちは2個開けますっていうぐらいね。了解です。もっと曲げてもよかったね、やっぱりね、ここね、浮いちゃってるね。ちょっと曲げようかな。こういう感じで曲げてのをつける。 OK。 あまり締めるとね、食い込んじゃうからね。とりあえず全部つけ終わりました。こんな感じでマグネットシート買ってきます。 LED ライトの長さにね、カットしていきます。カットしてから貼ります。あ、じゃあどうした、おしっこはやめてくださいよ。あ、寝るなんだ、今日疲れたもんね、お医者さん行ってね。よいしょ。